ぶっ壊れた PS3 を買ってきました。安すぎ意味わかんないバッテリーなしラップ巻き巻き巻き藁の理由気にしきの巻き無事起動しましたね。やったーユーザーネームが大好き無事読み込みましたね。やったー名前か大好き村の名前か大好きダメかいけませんな素直に負けを認めるか結果はダメでした大好き今回もハードオフのジャンクコーナーでジャンク品が去ってきましたんで紹介しますということでポケモン不思議のダンジョン時の探検隊が110円でした。安いですね。これは安くない？見ないな。これ系結構ねジャンクコーナー去るけど見ないね。だいたいね DS 関係はもう定番のソフトがもうポロ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 落ちてるんですけど、あチコリータ可愛いよね。ね、チコリータは可愛い。ポケモン系があったらねとりあえず買うかな。110円だったらね説明書もちゃんとついてるんでこれは安かったんじゃないかな。ちなみに俺はこのシリーズをやったことないです。不思議のダンジョン系だよね。風来の試練とかトルネコとかバーン。ポケモン不思議のダンジョン闇の探検隊、さっきのが時の探検隊で今回は闇らしいです。何が違うかはちょっとわかんないけど、まあでも面白そうなんだよな。これ系ってやりだすと割と止まらなくてやってみたいって思うけど結局やってないっていうね。110円だったらね、まあ、何でもとりあえず買っとけばいいんじゃない。ポケモンだったらとりあえず買っとけばいいんじゃないかなって俺は思ってます。バーン、ゼルダの伝説第一の汽笛110円、安いな。前はねこういうのがちょこちょこあったんだけどね、ゼルダとか。今ね見なくなったよね。ある？俺は全然見ないな。まあ110円どうなんだろうな。俺は感覚的にめちゃめちゃ安いと思うんだけど、これ高くなかったっけな。そうでもない。昔はね安かったんですよ。確かに中古で自分がゲーム屋さんに働いてた時はまあまあ結構いい安く値段つけてたんで、まあ今となっては多分まあまあ値段するんじゃないかな中古でも。まあ中古の値段はちょっと調べないんでわかんないんですけど、でこれがゼルダの伝説の無限の砂時計ですね。110円。まあゼルダシリーズに関してはね結構やってるんだけど、この DS のゼルダはねやってないっすね。やりたいなって思うけど、まあ、なんせね携帯ゲーム機があんま好きじゃなくてやらないっすね。でもまあテトラとか出るってことは風のタクトっぽいあれなんかな。あ書いてるわ。テトラとリンクの出会いはほんの少しの前のことでしたってことは、これ風のタクトの後日談みたいな感じかな。風のタクトおもろかったよな最初ね。あれが出た時は、まあ、この、まあ、言ってしまえば猫目リンクなんだこれみたいな、いやいやいもうゼルダよ終わっちまったかって思ったけど、いやおもろかったな風のタクトはおもろかったな。やったもんな。バーン、うっちゃなんちゃんの炎のチャレンジャー電流イライラ棒、330円ということで、これはね最近芸人の雷がやってましたね。それを見て買ったっていうのもあります。まあまあ純粋に、まあ、これを買った理由っていうのがこちらですね。バーン、任天堂64が、これがなんと、はい1100円ですね。まだ安い方です。うん、500円から1000円が俺の中ではね相場なんかな。500円切ってたらねもう絶対買った方がいいかなって思います。汚ねえな。で案の定この中身はバーン、これないんじゃないかなって今思う。昔はねまああったって話聞くんですけど、今は多分店員さんもちゃんと見るんでこれが入ってるのはないんじゃないかな。まあ拡張パックですね。うん、まあもし皆さん中古とかジャンクで64買うときはまあこの中身を開けてから買った方がいいんじゃないですかね。俺はそうした方がいいと思うよ、少しでも得をしたいならね。ということでこの64はね状態書いてないんですよ。まあ1100円で一体動くのかどうかっていうので、手持ちの64ゲームをやればいいんだけど、まあせっかくその日に買うジャンクの64はその日に買ったソフトでプレイしようと思って買いました。こうやってハードオフにどんどんね皆さんお金を落としましょうということで、最後がこれですね。ボーカーン、プレイステーション3で型番が CC1 の
3000B ですね。これ3300円、安い。3300円は安い。これがで、この状態なんですけど電源が落ちるみたいです。でなおかつなんか縦に置いとかないとうまく起動しないみたいなんで、今回はこの64が遊べるんかどうかと、このプレイステーション3が、本当に電源落ちるんかっていうのを確認だけしたいと思います。はい、それじゃあプレイステーション3ちょっと電源入れます。これで、落ちる？落ちない。あ、行くの？あ、行ったんじゃない？どっち？あ、行った。ん？電源落ちないな。あ、行きました。あ、落ちたわ。電源が落ちるってなんだろうな。じゃあちょっと縦にしてみたら起動するって書いてたけど。縦にするか。いいね。原始的なんだけど。じゃあこれで映るか。で、電源は？あ、これで電源ついて。はい。見えないな。見えないな。ちょっと、まあいいや。もう、モニターだけ見えたらいいか。あれ？あ、落ちてる。あ、ダメだ。あ、行ったわ。どっちだ？さあ、ここまではでもさっき行ったもんね。じゃあ、こっから映って、はいはい、ここまで来て、言語選択かな？ここ、あれ？進む？あ、行った。はい。あ、ちょっとプレイステーション4のコントローラーなんですけど。お願いします。はい、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 はい。ユーザーネームはもう大好きなんで。適当かい。じゃあ、ネット、あ、落ちた。ダメっすね。やっぱ落ちますね。なんで落ちるんかなって思うけど、まあまあ、それだからジャンクで3300円で売ってたもんな。中の、なんかの部品がダメだと思います。ということで、もしね、原因がわかる方コメントいただけたらと思います。次は64見てみましょう。じゃあ、次は64ですね。この、炎のチャレンジャー電流イライラ棒を、読み込むかどうか。はい。読み込まない。あれ？ダメか。ということは、あれかな？接点復活スプレー。これですね。これを、もう適当にぶっかけます。適当に。まっか。な。もう俺ガチ勢じゃないんすよ。ね。ガチ勢じゃないんで、許してくれよみんな。修理する人とかからするとね、ほら治るんだよ。あ、ぼやけるな。はい、ということで、ちょっと、ぼやけがやばい。はい、ということで、うっちゃんなんちゃう炎のチャレンジャー、電流イライラ棒。ね、これ、皆さん、ね、買ってください、これ。接点復活スプレー。これ、絶対買った方がいいです。これ、バーコードずっしときますね。はい、これです。下4桁4249です。この、置いとくわ、ここ。はい。これ買い取ってくれ。買っとってくれ、みんな。じゃあちょっとこれして最後終わるか。やっぱね、普通に使えるからね、接点復活剤って。さあ、やりましょう。懐かしいな。昔、やっぱ、まあ、見てた世代なんでね、俺。だから、こんなん、ささっとやっちゃいましょう。売ります。爆裂電流イライラ棒を目指せ完全攻略。さあ、ああ、はあはあはあ、これね。あ、意外と簡単かなこれ。あぶね。慎重にやってると、そんなに難しくないんだよね、このゲーム。あ、ちょっと、実況がうるせえな。あ、緊張するな。いいぞ。どういうこと？狭くない？おーい。いいぞ、いいぞ。で、上に上がっ、おほほ。ダメだ。ということで、まあ今月もね、クレジットカードやばいんですけど、まあ、なんだかんだ言ってハードオフいっちゃうんで、もう、いろいろまた漁ってきて紹介していきたいと思いますんで、よかったら皆さんもハードオフ行って、いろいろジャンクイン漁ってみてください。以上！ぶっ壊れた PSP を買ってきました。安すぎ。意味わかんない。バッテリーなし、ラッ
き巻き巻き藁のりゆき錦の巻無事起動しましたねやったユーザーネームか大助無事読み込みましたねやった村の名前か大助村の名前か大助主人公の前か大助結果果たして